ねえねえ、マリサ、駅前で NHK が来なくなるシールもらっちゃった。NHK 撃退シールね、知ってるわよ。で、これ本当に来なくなるの？絶対に来なくなるわけではないわ。どういうこと？ NHK の集金人は歩合で働いているのよ。時間がかかるめんどくさい相手に対応するより、他のもっと取りやすい相手に行くって感じかしら。そうなんだ。もしそれでも NHK の集金人が来たらどうするの？シールに書いてある電話番号に電話すればいいわ。現役の地方議会議員が追い払うように対応してくれるわよ。地方議会議員って、シールの発行元は NHK から国民を守る党という政治団体なの。へえ、何人くらいいるの？現状では党首の立花隆さんを含めて9人ね。地方議会議員候補もいっぱいいるわ。9人ってすごいじゃない。これから、どんどん増える予定よ。増えるって、何人くらいに？今年だけで5人くらいが立候補する予定よ。立候補しても受からなかったらしょうがないじゃない。最近、選挙に出た候補者の写真がこちら。何この人を、なんで覆面かぶっているの？もちろん落ちたんでしょ？受かった。受かった。マスクかぶった候補者を通すって？有名なニコ生主の横山みどり、本名久保田学という人よ。ほとんど握手もしないで。かなりの時間マスクをしながら選挙に出たのよ。それで受かるの？さすがに、余裕の当選ってわけではないわ。43人中26位、下から3番目ね。次は一番最近行われた選挙での風景。何これ？こんな車が選挙当日まで3台くらい走ってたの。この人は落ちたわよね。受かった。受かった。32人中26人受かるところの20人目だから結構余裕の当選。へぇ、立花さんの戦略が巧妙だってことね。戦略って、全有権者の 1% 以下くらいの投票で通る選挙区を選ぶ。1% で市議会議員ってなれるの？政令指定都市以外の選挙はそうね。政令指定都市って、横浜とか大阪などがそうね。そういう都市では 10% くらい取らないと議員になれないの。そうなんだ。あとは、人口が10万人以上の都市を狙う。人が多いと有利なの？人が多いってことは不動票が多くあるってことだから。あとは、人が集まる中心になる駅がある都市を狙う。そういう駅があるとどうなるの？そこで徹底的に NHK 撃退シール付きのビラを配る。それは受け取ってくれる人が多そうね。このシールはメルカリで300円とかで売られている。ええー。あと、ポストにチラシを入れる。それで受かるの？かなり効果的らしいわ。へえ、あとは？ YouTube やインターネット生放送を多用する。立花さんは YouTube 収入が月100万円ある YouTuber よ。すごいわねー。で、今年はいいとして、今後はどうするの？NHK をぶっ壊す。なんて？ NHK をぶっ壊す。どうやって？来年の統一地方選挙で地方議会議員を40人ほど作って、その後参議院選挙に打って出る予定らしいわ。参議院って難しいんじゃないの？簡単ではないわね。お金もかかるし。でもね、参議院は 2% くらいで議員を作れる比例代表制という制度があるの。そんなに少なくて国会議員ってなれるんだ。それだけじゃないの。NHK の全国放送で NHK をぶっ壊すと言えるのよ。NHK で NHK をぶっ壊すって言えるの？それはインパクトがあるわね。すでに立花さんは都知事選に出てその放送をやっているわ。不祥事を隠蔽して反省しない NHK。 皆さん、こんな NHK 許せますか？ NHK をぶっ壊す。国会である程度議席を取って NHK のスクランブル放送をさせるか、強引な訪問契約をやめさせる法律を作るのが最終目的よ。ひえー、すごいわね。面白い党ね。NHK から国民を守る党の今後を見逃せないわね。そうね、注目しておくと面白い党だわね。次回は NHK から国民を守る党の選挙について解説していくわね。では、最後に。
NHK をぶっ壊す。